首都高速6号向島線首都高速6号向島線は東京都中央区の江戸橋ジャンクションから東京都葛飾区の堀切 JCT へ至る首都高速道路の路線である。5号池袋線と共に S1 川口線方面、中央環状線方面と都心を結ぶルートの一つを構成するほか、6号三里線方面、7号小松川線方面とも結んでいる。 江戸橋 JCT で都心環状線と分岐し、日本橋側の川筋を南東に進んだ後北東に向きを変え、箱崎川後に差し掛かる。この区間は複数の出入路と接続する循環車線、東京シティアターミナルを内包する箱崎ジャンクションがあるため非常に複雑な構造である。その先は隅田川を右岸から左岸へ横断する。 両国大橋で7号小松川線と分岐する両国ジャンクションを構造に含む7号線と向こう島出入口方面とは直接接続していないが箱崎 JCT の循環車線を利用することで相互の行き来は可能であるその先は隅田川の東岸を走る河川の護岸工事に合わせて軽村工法により同時施行され橋脚と護岸は一体構造となっている 向島出入り口までは1971年に開通した第1基区間。その先は1982年に開通した第2基区間で、白髭東防災拠点用地を通り、荒川を新荒川橋で渡った先の、堀切り JCT で、中央環状線に接続する。全線高架構造で、路線の多くが河川及び箱崎側の、 こういう水面埋め立て地を利用したため民有地の買収は少なく済んだ。箱崎川沿いの橋家業者や沿岸倉庫業者には、他の地に代替施設を用意したり、一部の倉庫の営業廃止の保証を行った。向島地区には東京大学及び一橋大学の冒頭部の定庫があったが、東大は埼玉県と出し、 一つ橋台には神奈川県の相模湖に代替施設を用意した。東橋の朝日ビール倉庫及び向島の倉庫業者、包見通りの東京都下水道局隅田ポンプ場については区分地条件を設定した。桜の名所である隅田公園では旧来の名残を保つよう配慮された。この路線は東京都心部と常磐自動車道、東北自動車道、 京葉道路方面を行き来する交通が集中するため、渋滞が激しい。特に、両国ジャンクションでは合流の都合上、東路線と七号小松川線の上り線が、それぞれ一車線ずつに減少するため渋滞に拍車をかけている。ただし、2019年現在では、中央環状線の開通、箱崎 JCT の改良、東京外環自動車道の葉区間開通によって、 以前に比べると渋滞の発生は大きく減少している。毎年7月に行われる隅田川花火大会開催時には会場付近にかかる両国ジャンクション、包み通り入り口、堀切り JCT 間が通行止めとなる。6959年8月18日、1から8号線からなる。 東京都市計画都市高速道路のうちの6号線として、墨田区寺島町1丁目を起点、中央区日本橋かぶ町1丁目を終点とする 6.24km が都市計画決定した。当初の計画では、日本橋人形町、日本橋九章町、日本橋浜町を経由し、墨田川に至るルートであったが、民有地の取得を軽減するため、 日本橋側の上部及び箱崎川との埋め立て地を経由する経路に変更された。これに合わせ、9号深川線と接続する箱崎 JCT に東京シティエアターミナルを建設する計画も立てられた。1961年7月に隅田川左岸の軽損基礎工事に着手したが、本格的な工事は東京オリンピック以降に行われた。 両国ジャンクションは1967年3月、箱崎 JCT は1968年3月に着工。1971年3月21日、江戸橋 JCT 向島出入り口間及び7号、小松川線が開通した。1980年2月5日には9号、深川線と接続する箱崎 JCT 共用開始。 6号向島線の残区間及び、中央環状線、6号三里線の各一部となる、墨田区包み通り一丁目と足立区、下平、葛飾区四次の間の 7.7km は1971年3月1日に、工事着手。1982年3月30日に向島、出入口、堀切 JCT 間及び、中央環状線。 堀切キ JCT 千住新橋で入り口間が開通し、6号向島線としては全線開通となった。24時間交通量道路交通センサスより一部データを抜粋して作成。ありがとうございます。